ずっと忘れないと思います。勇気を出して誘ってよかった。とっても楽しかったですよ。夢なんかじゃないよね。ずっとこうしていたいです。せっかくだし二人で撮ろう。このままずっと一緒に、これからもずっと先輩との思い出を作っていきたいです。こんにちは。私の名前はコエルメルですよ。日本で過ごす夏休み、特別な予定はまだありませんが、よければ私に日本の夏を教えてくれませんか。椎名ココミです。身体操部に所属しています。メロンパンが大好きなんです。村上文雄です。図書委員会に所属しています。読みたい本があれば言ってくださいね。私の野望は日本一周ですよ。あなたも一緒に日本一周しませんか。はい、望月エレナです。一緒に写真撮ってみる。放送委員会2年の桜井茜です。早口言葉は結構得意なんだよ。ミスモノクロームです。世界征服を企んでいるわけではありません。こんにちは、朝比奈桃子です。軽音部ではキーボードを担当してます。1年生の結城舞です。手芸部に所属してますよ。編みぐるみを作るのが大好きです。あなたのこともっともっと知りたいです。もうそんなに近づかれるとドキドキしますけど、いっぱいのコミュニケーションで二人の距離も急接近ですね。名前を呼んでくれたらまた嬉しいです。他にも魅力的なガールたちがてんこ盛りですよ。先輩もラクロスやってみますか。本当の私を知ってるのは君だけなんだから。私の前では隠し事なんてしないでちょうだい。珍しいフルーツを食べに行きませんか。そうだ、分けてあげようか。やっぱり私書くのも好きかな。今作りかけのロボットを手伝ってくれたまえ。君と急接近できるボタンってないの。毎日頑張ってるのね。えらいえらい。どの花もそれぞれの良さがあるものさ。先生をからかっちゃダメだよ。ほら腕を上げて採寸するぞ。今度一緒にコスプレしてみない。さあ準備はいいですか。私と一緒の夏休み思いっきり楽しみましょう。プレイステーションビータ専用ソフト、ガールフレンド過去カリー、君と過ごす夏休み、11月19日発売予定ですよ。初回封入特典はスマートフォン向けガールフレンド過去カリー内でココミさんとフミヨさんの浴衣ツーショットカードが手に入るシリアルコードですよ。さらに豪華限定版夏のマドンナ独り占めボックスもありますよ。ゲームソフト本体の他にキュビフラッパー書き下ろしビジュアル集のボックス and 書き下ろしビジュアルポスター8集、かわいいですね。他にもスペシャルピクチャードラマ、君と過ごす日常が収録されたオリジナル特典映像入りブルーレイ、さらにガルベツ奇世界ジャケット8集and スペシャル小冊子夏休みの思い出、おお、なんとオリジナルカスタムテーマがゲットできるプロダクトコード、さらにはスマートフォン向けガールフレンド過去カリの書き下ろしカード8種がゲットできるシリアルコードです。素敵な特典ばかりで感動してしまいますよ。あなたにもぜひ手に入れてほしいですね。バンダイナムコ